こんにちは、ナビゲーターの足崎真奈です。さあ今回は大好評の句特集です。これまでご紹介したのは戸塚区と栄区ですよね。前回ご紹介した栄区のタッチー君からバトンを受け継ぐのはイッツン、バトンタッチ、マスコットイッツンが住む泉区です。泉区のマスコットキャラクターイッツンは水と緑に恵まれた泉区の魅力そのもの。頭は泉と水を、そして目、口、足は緑を表しています。ぷっくりした胴体は泉区の花であるアヤメをイメージしているんです。泉区内を走る相鉄線がいよいよ来月 JR との相互直通運転を開始します。都心とつながることで相鉄線沿線の泉区は利便性が飛躍的に向上し、ますます住みやすい街へと成長を続けます。今回は秋をテーマに魅力的なスポットや泉区のいいねをたっぷりお届けします。緑豊かな泉区で農業を応援。いい汗を流した後は食欲の秋。泉区の名物記者とスポーツの秋、ウォーキングで街の魅力を発見。心に響き未来へつなぐ伝統文化、泉区のいいねをナビゲート。横浜市南区で地域の高齢者が参加する交通安全教室が開かれました。参加した高齢者は身を守るために手を挙げるなど意思表示する大事さを再確認し、また最新の自動運転技術や踏み間違え防止の安全装置も体験、交通安全への意識を高めていました。横浜市に新たに開設される横浜市センター南パスポートセンターの開所式典が10月24日に行われました。横浜市にお住まいの方はパスポートの申請受け取りができるようになります。パスポートセンターは10月31日木曜日の午前9時にオープンします。浜ナビシリーズ18区特集、今回は水と緑に恵まれた泉区のいいねをナビゲート。泉区秋のいいね、まずはこちら、収穫味覚の秋を見つけましょう。泉区は市内で最も耕地面積が広く農業が盛んなところ。そんな泉区の農業を応援するユニークな取り組みが行われているんだとか。お、たくさん人がいますね。こんにちは。はい、こんにちは。これ皆さん農家の方が力を合わせて作業してるんですか？いやいや、農家じゃないんですよ。え、はい、これだけの人数の方はみんな農家の方じゃない？はい。畑で農作業を行っているのは泉区農業応援隊の皆さん。農業に親しみながら高齢化や担い手不足に悩む農家の作業支援を行うために結成されたボランティア団体です。泉区農業応援隊はなぜ発足したんですか？そうなんですよね、今から10年前、はい、私この辺散歩してたんですよ。そうしたらね、休耕田はあるし、うーん、働いてる人が少なくて、はい、みんなお年寄りばっかりだった。なんかね、農業はおかしくなっていくんじゃないかなと思ったんですよね。その時ね、はい、ちょうど区役所の方から農家の応援隊を作ろうじゃないかと、ボランティアでやろうじゃないかという提案があって、それに乗ったんですよ。応援隊では農作業の支援だけでなく、自ら農業の知識や技術を学ぶための研修会や、区民に農業への理解を深めてもらうための体験講座なども行っています。代々泉区で農業を営む美濃口さんは応援隊とは結成以来のお付き合い。以前はこのような畑の後片付けもご夫婦2人だけで行っていたそうです。
ご夫婦2人とかで、はい、もしこのね作業をするとしたらどれぐらいかかるものなんですか？これだけの面積だと、うん、2人でもやっぱり3日か4日くらいはかかっちゃうんじゃないですか。やっぱり今日だってもう、そうですね、どんどん見る見るうちに、はい、なくなっていきますもんね。で応援隊でやると今日は14人いるけど3時間ぐらいですね。で綺麗になっちゃいます。助けられている部分は大きいですね。大きいですね、はい、非常に助かってますよ、はい、足崎さんも微力ながらお手伝い。収穫作業とは違い畑の後片付けの苦労は経験してみないと分かりませんよね。後片付け前の畑がこちら。作業を始めておよそ2時間後、ご覧のようにきれいになりました。泉区農業応援隊の富岡さんに泉区のいいねを伺います。健康です。健康、その心は。泉区は緑が多い、はい、そして緑が多いから空気が美味しい、うん、野菜がまた美味しい、あとこのようにして健康で動くことができる。だからみんなで健康。ああ、いいですね。最後に富岡さんからお知らせです。はい、私たち泉区農業応援隊は現在30代から80代男女46名で活動しています。農業に興味のある方、ぜひ一緒に活動しませんか？泉区で育った自慢の作物は区内に50カ所以上ある直売所で購入することができます。詳しくは泉自慢で検索。さあ、農作業を少しだけお手伝いさせていただいて、体を動かしたらなんだかお腹が空いてきました。ということで、せっかくなので味覚の秋も楽しんじゃいましょう。この辺りに地元の食材を使った創作料理のお店があるそうなので行ってみたいと思います。やってきたのは長後街道沿いにある食材ダイニングキータンチ。店内はアットホームな雰囲気、ゆったりくつろぎながら和食から洋食までいろいろな料理を楽しめます。足崎さんは女性に人気のメニューおばんざいをいただきます。このおばんざい、お料理も種類豊富ですし結構ボリューミーですね。そうですね、うちではおばんざいはランチメニューで日替わりにさせていただいてます。あ、これ一つ一つ変わるんですね。そうですね、はい、でもこのいろんなお料理を少しずつ食べられるっていうのは女性には嬉しいです。そうですね、女性に大人気ですね。ちゃんとね、こうお野菜なんかもありますしバランス取れますね。そうですね、有機野菜を常にではないんですけれども、知り合いの方が作ってるお野菜すごく美味しいので、今日ですとブロッコリーとかお味噌汁に入ってる中身の大根、はい、おろ抜き大根だとか、ネギとかを使わせていただいてます。そうなんですね、はい、じゃあちょっと早速いただいてみたいと思います。はい、この肉じゃがちょっと大きいけどいっちゃおう。いただきます。うん、おいしい。ありがとうございます。いい味が染みてますね。ありがとうございます。これご飯に合う。そうですね。こうやっていろんなお料理を食べられるっていいですね。おばんざいもすごく美味しいんですが、今話題の新メニューがあるそうですね。そうですね、9月から大皿メニューっていうものをお出しするようにしました、はい、ね、それで今日第1号で、はい、チャレンジャーの方がお見えになる予定になってます。お、大皿メニューにお一人でチャレンジする。そうです、うわ、男の方で。大皿メニューの大食いにチャレンジするのは泉区にお住まいの川村さん。お、自信ありげですね。今回はなぜ大食いチャレンジをやってみようと思ったんですか？もうここのキータンの料理はとても美味しいというのは知ってますので、それをもう腹いっぱい食べれるということになれば、うん、もうこれは本望だということですね。ズバリ自信のほどは？まあ大丈夫でしょう。お、強気。はい、言っておきます。楽しみにしてます。はい、いよいよ大皿メニューの登場です。はい、失礼します。お待たせいたしました。すごい、想像以上。これはどうですか？いや、おかしいでしょ。
いや、これはすごい。大皿メニュー、その中身は人気メニューのとんかつカレーライスを2人前、そこにボリュームのある唐揚げを同じく2人前、最後にナポリタン2人前を盛り付けると合計6人前の大皿メニューの完成です。はい、それでは20分制限時間になります。頑張ってください。はい、頑張ってください。いきます。よーい、スタート。お、はい、始まりました。いただきますと。じゃあまずナポリタンから。これ完全に取れないか。改めてルールを説明します。大皿メニューを20分間で完食できたら料金無料、さらにお食事券がもらえるんです。もし制限時間内に食べられなかった場合は代金6468円のお支払いとなります。この大皿メニューのメニュー、はい、料理はどうやって決めたんですか？単純にうちの大人気メニューっていう感じですね。あのよく出るメニューなので、それをこう一遍に食べたらどうかなっていうので作りました。なるほど。そのそれぞれの分量はどうやって決めたんですか？そうですね、よくテレビとかでやってる、もう本当に大食いっていうのよりも、一般の方がこれだったら食べれるだろうなっていうような分量で決めさせていただきました。ただ多いだけじゃなく、うん、そうですね、はい、あ、それはちょっと挑戦しがいがありそうですね。そうですね、結構見た目で、うん、いけるかなっていう方はいらっしゃいます。へえ。大皿メニューは大食いチャレンジだけでなくシェアメニューとしても注文できるんです。その場合はチャレンジ料金よりお安くなるそうです。さあ、制限時間が迫ってきました。5、4、3、2、1、終了です。どうですか？いやナポリタンだけは食べきって爪痕を残しました。本当でもだいぶ減りましたよ。すごいです。リアクションができないね、これで。時間とかこう伸ばしたりとかしたら食べれそうですか？いや、時間、うん、時間で、いや、どうだろう。あれ、さっきの自信がどこに行っちゃったんでしょう。でも美味しい、全部美味しい。あ、それは味は美味しい、味は美味しい。やっぱり。味は美味しい。ただまあね、さっきよりお腹出ましたよね。すごい、頑張った証拠です。ぜひ皆さんもチャレンジしてください。私の敵を打ってくれ。よかった。では、キータンのいいね、はい、泉区教えてください。はい、アットホームです。おー、はい、その心は、すごく温かい町で、うちのお店にもファミリーで来られた方や女子会の方やいろんな方いらっしゃるんですけども、本当にもう皆さんすぐお友達になれるような、そんな温かい町だと思ってます。はい、でもキータンもアットホームですもんね。そうですね。アットホームを売りにしてます。最高です。はい、それではここでキータンからお知らせです。はい、11月3日ふれあい祭り泉区の遊水地でやるんですけれども、キータン地出店が決まりましたので、皆さんぜひお越しください。お待ちしております。決まった。キータン一発 OK です。アットホームな泉区の人気店、ちなみに大皿メニューは事前予約が必要です。さあ、続いての泉区秋のいいねはこちら、スポーツの秋です。ここで心強いゲストをご紹介しましょう。このね、弥生台駅前もすごく綺麗な街並みになっていますよね。いらっしゃいました。よろしくお願いします。浜ナビでもお世話になっているタウンニュースの記者、星野さんです。こんにちは、よろしくお願いします。地域に密着した街の情報誌タウンニュース、星野さんは泉区の魅力あるスポットや人物、イベントなどを紹介する人気コラム、星野が行くの担当記者なんです。
もう日々ね泉区を取材している星野さんに今回は泉区でスポーツの秋を楽しむ方法を教えてもらいたいんですが、そうですね、そしたら、はい、泉区の魅力たくさん知っていただきたいので、こう運動しながら区の魅力もたくさん発掘できるウォーキングとかいかがでしょうか。今の季節いいかもしれないですね。ぴったりだと思います。実は泉区役所のホームページで、はい、いろんな散策マップをこうやって公開してるんですけども、そのうちの一つにここの弥生台駅からスタートするコースがあるんですけども、ぜひ一緒に歩いてみませんか。行きましょう。行きましょう。楽しみ。行きましょう。今回のコースは弥生台駅から名所旧跡泉区を流れる芥川などを巡る全長およそ7キロ1万歩を歩けるウォーキングコースです。さあのんびり気持ちよく歩いてきましたけど、この散策コースで特におすすめポイントって何ですか。そうなんですよ、実は、はい、泉区役所で公式のインスタグラムを公開してるんですけど、その中に、はい、このアクア川沿いに、こう集いのまほろばっていう、ここすっごくおすすめなので、ここ行きましょう。あ、ぜひ行きたい、はい、ここ行きましょう。行きましょう。弥生台駅を出発してのんびり1時間星野さんおすすめの集いのまほろばに到着。ちなみにまほろばとは素晴らしい場所、住みやすい場所を意味する言葉なんだとか。アクア川にはこのようなまほろばが5箇所あり、潤いに満ちた浸水広場になっています。この川のせせらぎ、水辺の雰囲気って癒されますよね。本当いいですよね。泉区ではもともと養蚕業が盛んだったらしくて、実は私のコラム、はい、星野が行くでも紹介したんですけど、はい、養蚕業の歴史が垣間見える天の森泉公園も本当おすすめなので、ぜひ行ってみてください。まあ、星野さんがこう記者の目から見た泉区ってどんなところですか。そうですね、いろいろあるんですけど、私はもうなんだろう、知りたいって思わず思っちゃうような場所が本当にある、本当魅力的な区だなって本当に思いますね。もっと知りたくなる場所とかことがいっぱいあるんですね。話題が尽きないですね。本当にもたくさんあります、もっと言いたいこと。わ、そうなんです。泉区散策もいよいよ終盤です。うわー、これすごい、何ですかこのちょっと歴史を感じる立派なお屋敷ですね。ですよ、なんかこれは明治時代中期に建築された中丸家の長屋門なんですけど、今も家主の方がお住まいなんですよ。あ、そうなんです、個人のそうなんです、お家、ね、うわ、タウンニュースでもよくお世話になってるんですけど、この川沿い、大きなお家ですね。それでは星野さんのいいね泉区教えてください。はい、はい、発見です。おお、その心は。はい、そうですね、泉区を、まあ、取材している中で本当毎日いろんな驚きだったり発見だったりたくさんあるんですよね。なんかこれからもこうもっと身近な情報をこうよりこう身近な目線でこう、うん、なんだろう、発信していけたらなって本当思ってます。いや、このねお散歩コースも、はい、たくさんのこう、うん、泉区の魅力を見ながら楽しめましたね。これで弥生台駅まで戻って終了となるわけですね。で最後にもう一つお願いがあって、はい、実はですねこの文化芸術の秋、泉区で楽しめる文化芸術、はい、何かありますか。そうですね、この間私も星野が行くで取材したんですけども、はい、おかず太鼓さんなんていかがでしょうか。おかず太鼓、はい、それはちょっとぜひ行ってみたいと思います。ありがとうございます。もう聞こえますよ、太鼓の音、すごい。ということで、ご紹介いただいた泉区の伝統文化おかず太鼓の練習場へ伺いました。おかず太鼓が発足したのは平成9年。盆踊りの太鼓が叩きたい、そんな思いを持った20名ほどでスタートし、現在はおよそ50名の大所帯。明るく楽しく元気よくをモットーに伝統文化の伝承に取り組んでいます。これメンバー本当にお子さんから先輩方まで幅広くいらっしゃいますね。はい、
下が小学生1年生から入会して、はい、うんうん、上は、もう80歳、80歳ぐらいまでの方がいます。80歳がいらっしゃる、はい、どちらに、どちらに、バンダナ巻いてる、80歳に見えない、はい、それだけの幅広い年代の皆さんで集まってやってるんですね、はいはい、どういうところで演奏披露してるんですか。演奏披露は、大桟橋だとか、はい、それから、この間 やってきました、はい、ラグビーのファンゾーン、ファンゾーンのところで叩いてきたり、うん、いろんなところで叩いてきます。いろんなそういった国際的なイベントにも呼ばれたりしてるんですね、はい、ちなみにこれ私も体験させていただくことできますか。はい、どうぞ、はい、ぜひ教えてください、はい、お願いします。ということで足崎さん和太鼓に挑戦。お手本を参考にリズムを合わせて叩きます。叩いていますね。センスがあるんでしょうか。だんだんリズムが追いついていかなくなっちゃう。でも楽しい、うん、楽しいでしょ。もう叩けば音も出るから楽しいです。これ楽しいですし、こうやってまた合わせてやると気持ちいいですね、はいはい、カレンちゃんが合わせてくれてたんだろうけど。でもすごい楽しい。メンバーの皆さんにお話を伺いました。世代問わずいろんな方と一緒に活動されてるんですね、はい、それが楽しいですね。年齢もそれから地域もですね、性別もいろんな方と一緒にできるっていうのが楽しいですね。これからどんな風になりたいですか。これからはもっとなその他の友達とかに太鼓の良さとか教えていったり、あとそのおかず太鼓の演奏とかでもっと思いっきりやっていきたい。わあ、頑張ってくださいね。それでは伊藤さんにとっていいね泉区とは。伝統です。伝統、はい、どういうことでしょうか。はい、泉区には、3つの伝統文化があります、はい、から太鼓お囃子、から泉歌舞伎保存会、から相模凧泉保存会、はい、この3つがあります。これをずっと20年30年先でも続けていきたいなというふうに思っております。なるほど。いや本当にね、この活太鼓もかっこいいんで、ずっとずっと続けていっていただきたいです。はい、続けていきます、はい。それではここで視聴者の方からいただいたお便りをご紹介します。ガチシリーズの放送をご覧いただいた三好さんからお便りをいただきました。ガチシリーズどれもすごく美味しそうで、商店街の方々のパワーを感じました。根岸アナの実況中継風の食レポは迫力があってとても楽しかったです。あれは原稿なしの実況だったんですか、という質問もいただきましたが、根岸アナに確認をしたところ、あれは原稿なしのアドリブだったそうです。普段ねベイスターズ戦の中継などもやっている根岸アナが浜ナビでもかっこいい実況を披露してくれました、このようにお便りをご紹介させていただいた方にはこちらの番組特製クリアファイルをプレゼントいたします。また浜ナビでは横浜に関するご覧の情報も募集していますので、ぜひ皆さんたくさんのお便りや情報お待ちしています。さて今回の浜ナビは泉区の秋のいいねをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。水と緑の綺麗な街泉区、のどかな景色もたくさんあってすごく癒されましたね。そして泉区の人の魅力もたくさん知ることができました。農作業を支援する農業応援隊の活動も素晴らしいですし、あとおかず太鼓かっこよかったですよね。これからの泉区についてはタウンニュースの星野記者の記事しっかりチェックしてみようと思いました。そんな魅力いっぱいの泉区ですけれども、現在区民の皆さんの文化活動を発表する泉区民文化祭が11月10日まで行われています。そして11月3日には泉区民ふれあい祭りが開催されます。
こちらではおかず太鼓の演奏やあとキータンチのグルメも楽しめるそうです。そしていつも参加するんだよね。いつは何をするのかな。お、いつがダンスするそうです。楽しみですね。頑張ってね。いつ皆さんも秋を見つけに泉区に出かけてみてはいかがでしょうか。